9月19日日曜日にカナリア諸島のラ・パルマ島の火山が噴火を始めました。そしてその10日後の9月29日の夜中に噴火で流れ出した溶岩が海岸に到達して、高さ約100メートルの断崖から海に落下し始めました。この海岸はタサコルテという名の観光地で、美しいビーチや庭園があり、ホテルもたくさんあります。海に流れ出した溶岩によって溶岩三角州が形成されていて、現在のところの大きさは幅が500メートル、高さが50メートルになっています。溶岩三角州は水に入った溶岩が固まって砕け、それが海底に落ちて堆積してできます。溶岩が流れ続けている限り、このプロセスは続いて、溶岩三角州は成長し続けて大きくなっていきます。今回の噴火がどれぐらい続くのかは分かりませんが、噴火が終わった後、ラ・パルマ島の地図は変更することになるかもしれません。溶岩の温度は1000度以上、海水は23度で、この2つが混ざり合うと、化学反応で有毒な酸性ガスが放出されます。溶岩流とガスから住民を守るため 2.5 キロの立ち入り禁止領域が設定されました。クンブレビエハ火山は1949年と1971年にも噴火しています。これは溶岩流に破壊されることなく、奇跡的に無傷で残った家です。この家はデンマーク人の夫婦が所有していますが、この夫婦は武漢ウイルスのため1年以上この島から離れています。この家は奇跡の家としてソーシャルネットワークで有名になっています。
この噴火でこれまでに少なくとも744棟の家屋が破壊され、約6000人が避難しました。